あのこういう紙を使ってると思いましたね。あのタイトルとかですね、ガンダラですね、東アジア仏教遍現地テーマで話しさせていただきますので、じゃあ手合わせをよろしくお願いします。大きな拍手でお迎えしてください。国学の調査隊といたしまして、パキスタンに、カラチに到着しましてからも、やはりそれぐらいの年が経ってしまったんだと思って考えるようでございます。その50年代の終わりぐらいからですね、大体80年代のいっぱいですね、京都大学は仏教時代の考古学を主といたしまして、パキスタン、アフガニスタンに行っておりました。で、最初は私のいました京都大学人文科学研究所というところの水野誠一教授を中心とする調査隊、それから70年代になりまして、京都大学文学部の西口高安教授を中心とする調査隊、それから80年代になりまして、この今度は文学部とか文学系の学部じゃなくて考古学部の建築士の先生、石川浩二教授を中心に調査、大体その3つが、30年間にわたって調査いたしました。今はどこの国に参りましてもあまり、政治状況もですね、社会状況も一つ、我々にとっては面白くないようでございました。考古学の調査などはとてもできます。特にアフガニスタンは最近非常に重要な青銅器時代から青銅時代から歴史時代まで至る大きな遺跡がネスアイナックというカーブの南の方の遺跡でございますけれども、見つかりましたんですけれども、非常に危険で、現れている巨時代の遺物をカーブに運ぶだけという感じになっておりました。誠に惜しまれる遺跡なんですが、それもそのうち中国がその銅山を採掘、銅を採掘する契約済んでおりまして、そこにそういうような産業の地ができてしまいますと遺跡はなくなってしまうわけでございます。まあそんなことで、本日はこの連帯的に招いていただきまして大変ありがたく存じます。時間も非常に限られておりますので、私は20分でこういう講演をしたことがございません。今だかつてそういう経験がないので、ここに来てましたことは全部申し上げられるかどうか分かりません。はだはだ心ないことないんですが、少々時間をご清聴願えれば幸いでございます。まず岡山城脇の最初でございますけれども、ガンダラはどんなところであるかということでございます。ガンダラの地名はかなり古くから、アケメネス朝の勇者のですね、時代から、太夫するエッセイの碑文に、出てまいります。これもイランの方ですけども、出てまいります。そこにガンダリッシュという言葉で、
で出ておりまして、多分明美の主張の、東の属州であったと思われます。ただ、事情は全く分かりません。これは紀元前6世紀でございます。まあ、そこから出てくる名前ですが、特にこのガンダーラという言葉が、我々の手に直接参りますのは、中国のお坊さんたちが、ガンダラへ行きまして、最後の方でお話しいたしますけれども、そのお坊さんの記録の中で、ガンダラという、言葉を音写して漢字で書いた。例えば、乾燥の乾ですね。乾燥の乾。それから、だは、こざと辺に願文に書いて、この火っていう字か、なんて言ったらいいんでしょうか。それから、らは、天ぷらのらです。そういう感じで、お茶をしました。また他にも別にありますけども、古いお茶はそういう、けんだら、あるいは、けんだらばっていう名前を出した、そういう名前で、けんだらは我々に知っております。そして、皆さん、ここに来られた、ご出席の方々もたくさんよくご存知でしょうから、その詳しい地図も、持ってきておりませんのですけども、スタッフさんの平安藩が、北にずっと尽きたところ、品種市とカラコルム山脈の、もう上がっていく、登っていく、川口の部屋、そこがガンダラ。で、東西100キロのところに一番、盛んな時は、4つの都市がございました。1つは、今のペシャワールでございます。から一番西の都市がペシャワールとしますと、インダス川の西の川岸に、ハンドという、今小さい村がございます。これは昔は大きな城塞都市みたいな。そこから今の言いましたけど100キロぐらいのところですが、その中にペシャワールよりにサラサラという町が今ありますが、これはパシカワラバティという昔の名前、大きな遺跡が町のそばにあります。それから、マルダンという町がありますけども、そのスワットの方へ行く、ちょうど起点になっているところですが、そのそばにシャバズナリという村があります。これは、ほとんどガンダーラの中心となるところでございまして、昔の町の名前はワルシャプラという、そういう名前でございます。東西100キロに4つの大きな町があったということは、大変な有名なところでございました。もちろん、パンジャボから方から集まってまいります、国の時代、産地であるということもありますし、今はちょうどサトウキビの畑がだんだん背が高くなってきて、水牛も見え隠れするぐらいの大きな林みたいな森みたいな、そういう畑になってしまいますが、サトウの産地であるということも、まあ、長いわけでございます。でそういう舞台によって、4つと申しますと、大阪を取ってみましても、京都平野を取ってみましても、そこはちょっと、比較にならないほど、古代としては、有名なところでございます。で、この富裕者はどこから出てきたかというと、これは、立地でございます。要するに、都内の交通路、これがカラコルム品種の間を抜けて、北から中国、あるいは今のロシア、タジキスタンとか、新疆省であるとか、あるいはウズベキスタンとか、そっちの方へ通じる道があります。それで、この山の北側は、
出順地でございまして、北総が山の北側は北総が出ます。で、そこに遊牧国家が出来上がります。で、その遊牧国家は、南の平原のそういう農業生産物というものとの関わりで降りてくる。南の方は城郭の都市です。北の方にも城郭の都市ありますけども、メインは遊牧国家のそういうところ。その山の南北を通じて一つの交易路が出来上がる。で、その山の方へ入っていく、今は何でもなく自動車で車で散歩しますけども、その古代においては大変な苦労をして、インダス川の上流の方を剣道と言いますけども、これはインダスのなまった形でありまして、まあ、本当はそういうことなんですけども、漢字書きますとですね、崖の上に道がこうついて上がっていくような、そういう厳しいところ。で、今、プロハイハイウェイというのがございますけども、プロハイハイウェイの大変厳しいところが何か所かございますが、もっと厳しいところ、そういうところをキャラバンで解消が行くわけですから、その山に登るところの準備というのは大変なことでございます。でまた千葉県の方から南の方へ降りてまいりまして、山から出たところで荷下ろし場、それがまあガンダーラというそういうところでございます。でそれに従事するのは商人たちでございまして、その商人は仏教に帰依をして、これはもう伝統的に仏教は商人商売人によって保持されるということはございます。もちろん王族貴族もそういうことありますけれども、商人がそういう保持をいたします。でそれによって仏教が仏教、要するに坊さんを支える、坊さんは何もしませんから、坊さんを支えることが、でそれによって坊さんの住むところもあるのができた。で仏教寺院もそれによって閉じた。そういうことになります。でそのところがガンダーラでありますけれども、実はですね、この歴史、今言いました南北の歴史の他に東西の歴史の方が書いてます。それは何かというとですね、ここに書きましたように、紀元前は東西政治勢力、東西の主力主義の遊牧国家というふうに書いてあったんですが、さっき言いましたように、革命の主張がインダスの西ぐらいまでずっと来て、で、アメリカの主張が、アレキサンダー大王って言うんですか、マケドニアのアレキサンドロスによって征服される。これアレキサンダーの統制とよく申しますけれども、あれはギリシャとペルシャの対立でありまして、まず、アケメノス朝が持ってたところを全部回って征服して歩いたのが、アレクサンダーであります。で、その後どうなったかというと、それは一時のアレクサンダーはギリシャ人の兵士をたくさん残してきます。で、その後で、それにフェルイズムの国が独立してまいりますが、その後、今度は、紀元前3世紀の真ん中ぐらいになりますと、マウリア朝のアショーカが今のインドのパクナの方あたりを中心といたしまして、時代帝国を作ります。で、その特にアショーカが今のカーボルとカンダハルの結び合わせがアショーカの西の半島になる。
で、西川の政治制度は、そのとおりはアレクサンドの後の直接受け継いだ、セレウコス朝が、セレウコス朝と、アショカが、アショカじゃなくて、アショカの前のチャンドラグプタという人が、王様がここで出生して、に今の東京線みたいなものを大体作るわけです。で、そういうふうにして、前はどうしてもこう東と西の政治勢力が拮抗するようなところがガンダルだであって、それからその文化がまた両側から入ってくるということです。で、今度は何になりますと、騎手の北で遊牧民の動きが非常に大きくなりまして、それは玉突き現象みたいな状況になりまして、まず象徴っていうのが貧力士のすぐ北から、大きくなります。北で大きくなります。で、象徴は実はよく大月氏の一派だというふうに申しておりますけれども、それは全くの嘘でありまして、九章長は金属種の北側のアメダリアのそばにおりましたパワラ人であります。で、そのパワラ人が中国とローマのを結んだ交易、大胆に言いますとそういう交易のもとで大きくなる。ということはどういうことかと申しますと、ちょうど紀元前後にローマ帝国が成立するんです。で、ローマはまずエジプトを征服した時にアクティウムの戦いというのがありまして、BC31 年ですね、現在31年。で、それでエジプトを征服しますと、そこからアラビア半島を通じて、南アフリカの半島部ですね、にずっと、施設風によって、貿易船が生まれるようになります。で、貿易船が来る港とか栄えます。で、どうもその、そういう船に乗った、人たちが、実際、ギリシャ人の航海士が多かったらしいんですけども、そういったコロニーみたいなのが、ずっと半島の辺りにできます。で、そのコロニーになり、港湾に向けて、何が動いてくるかというと、中国から金が動いてくるんです。で、その金の交易の真ん中にいたのがクシャン族であって、そのクシャンが、中国人はすぐそんなところまでは、パキスタンの南の方、シンドの方では行きませんから、結局山の下でこれを押さえて、中継点に立って、それを南の方へ持ってくるという、それがクシャンの下の姿であります。最近それがだんだん分かってまいります。中国の株主資料というのは非常に膨大になりまして、実際に観察をしておりますと、いろんなことが出てまいります。それを歴史に組み立てていくのが我々の仕事でありますけれども、なるべく自分で納得いくようにですね、そういうものを組み立ててみると。いうので、これは私定年たって10年で経ちますけれども、毎日そういうことをしておりまして、そういうものの成果を皆様の前にお話しするのは大変幸せに思います。ただ、迷惑かもしれませんけど、そういうのがあるんだろう。
ガンダーラのそういう交易、さっき言いました、クシャンの交易ルートでございます。クシャンがそういうものを、中国から来たものを、それはもう実際、遺跡も敦煌なんかで出ておりまして、どういう人たちが動いたかというのが、その奈良の平城京なんかに出てくる木簡ってあるんですよね。あれも中国から来たもんで、あの木簡がいっぱい出てきます。何万点出てきます。でその中で、クシャン朝の王様の名前と、王様になる前の人の名前といっぱい出てくるんです。いっぱいでもないですけど出てきます。でそれはっきりそのルートが、だいたい敦煌の方から南の砂漠の南のホタンというところを通ります。それでタシクルガンが来てました。でそこのタシクルガンは今多分、タラコムハイウェイの一つの終点だ、ターミナルだと思います。でそこからずっとさっきポイント先生がおっしゃった、ワッハンの回廊をずっと数えたことを通って、それでバダクシャンの南の方へ行きます。そういうルートです。でその辺にクシャンがいまして、そこで全部そのファンの使いを応接して、全部いいとこ取りして、それを南の方へ持っていく、持っていくルートを作ったのはやはり自分らで、それはあの藩資料にはそのルートを誰が攻めたとかいう、そういうことはあの自分なんかにも出てきたんですけれども、攻撃があってなかなか返せません。で何のためにそれをするかというと、やはりそのルートを確保するために自分たちが苦労してガンダーラまで行って、そのガンダーラを抑え、でガンダーラを抑え自分たちの根拠に、まあ、ガンダーラを抑えればですね、その攻撃ルートは 安心ですから。でそういうことで、クシャンがだんだんと大きくなります。それでさらにクシャンは、東インドの方まで攻めていきますが、まあ、それは今ちょっと関係ないのですいませんが、まあ、そういうところを、でところがガンダーラと言いますと、まあ、これはあなたがあれになっても今日とは切り離す。そういう教官が、ガンダーラというのは、別にお釈迦さんが生まれたところでも何もないし、どうしてそんなところに、ガンダーラ、国教が入って、いろんなお寺ができてですね、もうご覧になったことがあると多いと思いますけども、たくさんな仏像ができて、それだけ不遇な、文化が発展したかということでございます。で実際いつ仏教が、東インドの方から回ってきたのかっていうのは分かってません。これ全然分からないです。で多分アショーカの頃だろうということは言われておりますけれども、いくら掘ってもですね、何なら掘ってもお寺からはそういう証拠は出てこないんです。でただ少なくとも紀元後の1世紀の始まりぐらいから次第に大きくなったということは分かってまいります。でそれと先ほどのその、ローマとの交易ルートに乗ったというそういうことと関わって、まあ、そういう、まあ、富が宗教というのはやっぱり大きくなるには富が必要です。以外に侮れないものでございます。ということで、だんだん大きくなって、まいりました。で、ガンダーラが大きくなった時にどういうふうに仏教を捉えたかと。で自分のところにはもともと何もない、釈迦とつながる何もない、他のインドの地域では自分の大地の中ですから、それは理解にも考えられるんですけども、で釈迦自身も本当に東インドの自分の生まれた故郷のあたりをぐるぐる回って説法していただけで、その時代としてはあまり仏教が広がってないはずです。でしかも釈迦の時代は都市時代ですから、都市国家の時代ですから、全的な領土国家ではないですね。ですからあまりその文化が
各都市にはありますけども、都市相互に、交流するってことはあんまりない。ですから足岡は、中央集権の領土化をついに作り上げましたから、そういう時代に多分に仏教が拡散しただろうということは想像されますけども、あまり証拠がありません。でいずれにしてもガンダーラが仏教として上向いていったのは、その冬化、ガンダーラの冬化と木を一緒にしておりまして、そういう方法で我々考えております。でそんなガンダーラがですね、どうしたら自分のところにこういう教があるんだろうということを、誰が考えたか知りませんけども、そういう雰囲気があったんだと思います。で、作られましたのは、ここに来ました。ガンダーラ仏教の特色と言ってもよろしいですけども、社会心が使った鉢っていうのは、ご飯食べるときの鉢です。それはブッパチって言ってますけども、それは実際にですね、シュワンの町の北側の方にありまして、大きな2階建ての建物があってですね、その建物の2階の真ん中に飾ってあって、みんなが盛んにお参りしてたということが書いてあることがあります。それから、私はここに聖遺物の信仰、異物の意味が書けましたけども、聖物の信仰という書いていうふうに書きました。でこの鉢っていうのはですね、実際は作ったもの で、これ実際にお参りした中国の方が記録を残しておりまして、真っ黒いとかですね、いろんな丸が混じっているけど、やはり黒に近いとかですね、そういうふうに書いてるんですね。でところが、この鉢が生まれ変えたものもありまして、でこの鉢はどこから来たか、釈迦が醸造したそれぞれ開いた時に49日間何も食べないで座ってるわけですね。でその時に神様がとか木の神か樹神かなんかが四天王に、商売人が2人通りかかるんです。でその商売人にこの人が何を食べて四十九日間座ってて、今神々しい姿になってるから、実はそれはこういうことなんだから、早く食を踏まえられると、そうすると大きな利益があるぞっていうふうに木の神が呼ばれるんです。でその木の下にそのお釈迦さんが座って、でその時に天皇が山の上におりまして、伊賀高さんというんですけども、そこにいて、その神様がこれから、そういうことをするということを事前に知りまして、飛んでってですね、それでいろんな金の鉢を、それから銀の鉢を持って、それからいろんなルビーの鉢とかいろいろ持ってきます。だけど釈迦は自分はそんなものやらないって言って、最後に石の鉢だけはやはり受けないといけないんだろうと言って、石の鉢を受ける。これは中インドの方で起こったこととして書いてある書物。それは有名な話です。ですから、仏髪って言ったら、ガンダーラではないはずですね。しかも石の真っ黒い鉢って言ったら、そう考えたって、やはりガンダーラのお父さんが真っ黒い石で作ったに違いないんですよね。で結局、それはガンダーラで作っていたはずです。作っておいてから、向こうから持ってきたという、まず説話を作ります。でこれは金鹿王が向こうへ付けに行った時に戦利品として持ってきたという説話ができた。それからそういう醸造の時の鉢だ、そういうことで、これはですからガンダーラで作ったんだけども、実はガンダーラの何て言いますか、作ったというとですね、偽物になっちゃうんですから、そういう説話を作ってですね、それでお祭りしてた。
でなんか花をいっぱい入れる、そして貧しい人が入れるっていっぱいになるんですけども、あの富んだ人が一万が見えて、全然それはいっぱいなら、一本いっぱいになる、そういう不思議なことを書いて、見るわけです。そういうなんかあの不思議なものを作り出してしまって、それからもう一つは釈迦前生ですね、まあ、あの自分あの釈迦になる前に前の生生で、その時に一生懸命菩薩の修行をして、自分の身を傷つけたりして人を助けたり、血を飲ませたりして、あのいろんな、動物を助けたりするわけですが、それをやった場所というか、要するに釈迦の前生の前生譚というか、ジャータカと言いますけれども、そのジャータカに基づいた場所というものをですね、ガンダーラにいっぱいあるんです。本当にインドの方にはそんなの全然ないんです。あるはずがない。今の生涯じゃなくて、前の生涯の起こったことの場所を作るんですね。で、その場所にどうして、その場所かということを記すために、ストゥーパを建てる。記念のストゥーパを建てた。そういう場所をいっぱい設定する。それいつ設定したかわからないんですけども、3世紀ぐらいのお経には書いたんですね。ですからそういう前であることは確か。ですから1世紀2世紀ぐらいの間にそういうことが、要するに聖遺物を作ったり、それからそういう記念の場所、ありうるはずがないような記念の場所をいっぱい作る。それとも巡礼して歩く、そういうことを言います。これ成績の巡礼。だからもう一つは実に面白い、確かなんていうか面白いっていうかですね、お釈迦さんの腸骨っていうのはこの骨ですよね。それから全体のドクロ、ドクロ骨っていうのは何だろうか分かんないんですけども、やっぱり骸骨だと思いますけどね。それからもう一つすごいのは、あの目の玉ですね。目の玉、光り輝く目の玉って書いてあるんです。でそれは今の実はガンダーラの西の端にあたる文化としてはですね、今のアフガニスタンのジャララバードっていうところがありますが、そこのにそういうものが写ってある。そういうですから、ガンダーラの仏教としては、お釈迦様とのつながりをどうしてもなんか作りたかった。それで、日本のところが、本来の仏教の地の一つだよということを、やはり、宣伝するというかですね、そういう、要請があったわけです。ところが、面白いというか、この釈迦の前生の修行場所を記念したと2番に書いておいたんですけども、これは何とも、さまじい自己犠牲の話ばっかりなんです。先ほど言いましたように、自分の身を裂いて肉を裂いて、それと同じのもの、同じお産さんの肉をして、人に与えたとかですね、弁士の商人と同じような、同じようなでなくて、その元の話がこういうところに出てまいりますが、そういう、体を傷つけて、自分を犠牲にして人を救うという。そういうことは好きだと思ってなんだろうっていうの、とにかく凄まじいところで、多分これは坊さんの仏教ではなくて在族信者の仏教であると私は思います。で坊さんはお寺の中で抽象的な議論をしております。多分で坊さんの中にも在族信者と同じ思考の傾向を持っている人もいると思います。で 99% の仏法とは
ガンダラでは今言ったような不思議な信仰に下されていたというふうに思う。でその 1% の人たちが実は中国と交流をすることになる。でまあ、その前にちょっとだけこの3番の話をいたしますが、お寺の中の話をいたしますと、不思議なことが2つあります。で1つは仏像というものがどうも、インドのお風呂からは出てこない、ガンダーラの風呂から出てきた、私は思います。もう一つはこのストゥーパ、ストゥーパというのは、お釈迦さんが死んだ時からずっとある、お釈迦さんが死んだ時にストゥーパ作ったという理由ですから、多分そういうことだと思いますが、それを真実としてそのストゥーパというのがやはり寺院の中心になるんですけども、そのストゥーパがインドでは円形、円形なんです。というのはストゥーパの元は木の柱なんです。木の柱を立てて、そのそばに犠牲者の骨を埋める、犠牲獣ですね、犠牲獣、それの中心とが初めにある。それでこれは何かというと宇宙軸なんです。コスミピラー、その周りをやっぱりぐるぐる回って、日の巡りで二回りでぐるぐる回る、そういう事例から発生しています。ですからインド世界ではストゥーパは絶対円形です。で最後にこのピラーというのがなくなってきますけれども、円形でおまんじゅうを倒しているということはもう崩れない。ところがガンダーラでは違うんですね。このストゥーパインド式の下に方形の時代をつけるんです。方形の時代つけたらどこでぐるぐる回ってそのお参りをするんでしょう。私から考えても分からないですね。まさか四角い周りをぐるぐる回るなんてことは仏教としては考えられない。そういうことで不思議なストゥーパの形を作ったのがガンダーラの。でこのストゥーパの形は中国まで届きます。だんだん変わっていきますけれども、新疆省あたりではこの形がそのまま使われます。そういうことですね。それから仏像を作るっていう、今は仏教といったら仏像がないとはどうでしょうか。これは不思議な、これはやはりインド世界ではあれ、釈迦の姿を作り出すんですね、人間と同じように。インド世界では非常に人物の肖像ってありますか。ないですよね。小西先生、まず歴史上の帝王の肖像なんかもないし、偉い人の肖像なんかもないですね。アショーカーありますか。ないでしょう。わからないですね。で、多分これは仏像というものはインド世界では出てこない。でこういうガンダーラみたいな不思議なものを作るところがないと作れないんじゃないかというふうに思います。この話は一石も得ないとできません。ほど大変な話になりますけども。インドではいつまでたっても仏像というのはなかったと思います。ガンダーラで作ったのは逆輸出、そういう形で作ったんじゃないかというふうに、私は一応思っております。そういうふうにして不思議な仏教というのはインド世界と比べたら実に不思議だということで、それぞれの価値はあるわけです。で、仏像が作られますと、写真、これストゥーパ、割と小さいストゥーパですけども、四角い台の上に乗っている、で上に5枚ぐらい傘がついております。で、
面白いのはですね、この正面のところに、正面というか、何て言ったらいいんですかね、こう、その一番上のところにあるのは、これ実は、バッパチを彫刻して、ここに載せてるんです。で、この辺にある彫刻は、みんな、仏殿、釈迦の時代記をここに、いろんな釈迦の、遺跡がありますが、その重要な遺跡をこうやって取って、スーパーにですね。で、ガンダーノは、ガンダーノの人は、仏教とは大変面白いことかな、そういういろんな場所としては、インドに行かないとないわけですね、釈迦の関係する場所っていうのは。だけど、ここでは、その代わりに、釈迦の伝承っていうものを持ってきて、を進んでいこうっていうことでやったわけです。それで、今度はスッパの方に、これは絵だからいいだろうってんで、そこに釈迦の遺跡をずっと回して、でおまけにこのスッパというのは一応、釈迦の、を記念するような形のシンボルになってますから、そこに釈迦自身の、伝記を、で、終わりに来る人は、これ誰かの多分解説したでしょう。で、こういうものを、ですから、うまいことをガンダーラの仏教というのは構成されております。で、もう一つ申し上げると、スッパの時間がありませんけども、スッパの前に先ほど言ったスッパチにこういうガンをつけるということは、これスッパが正面を持っているということなんですね。正面、スッパの正面やってなぜいけないっていう、世界では正面ない。丸ですか。円形ですか。丸だけです。そして面白いことに、どのガンダーラの仏像でも、正面だけしか持ってない。後ろはないんです。丸骨ではないんです。丸骨のあんな偽物です。そうなんです。で、それは、壁面に全部くっつけたから。なくてもいいんですよ、後ろは。仏像の周りをぐるぐる回るってことはしなくて、何かの場面を作るために石の仏像を作ったり、塑像で作ったりして、その音の中にはめていった。で、どうしてガンダーラで仏像ができたか。今、仏像の正面性っていうことをちょっと申しましたけども、このスッパもすでに正面性を持っているんですね。正面を持っているんです。僕はスッパに正面が出たときに仏像ができたと思っています。それは、スッパに正面なんていうのは、あり得ざることなんです。で、これ前からこう。それから、もう一つ、これは小さいスッパですけども、非常に大きなスッパがあると、この方形の基盤が、何メートルも高いところです。で、登れませんから階段つけるんです。で、階段つけて、じゃあ階段登ったところにある円形のスクーパーの周りを回ったかというと、その階段の上の四隅に塔を立てるんです。ないのもありますけど、大体塔だ。そうすると塔にぶつかってぐるぐる回れないんですね。で、本来ならスクーパーぐるぐる回ってるはずなのに、階段の上に上がったところで、ちょっと出っ張りがありまして、その出っ張りのところで、何回あったんですね。そういうのはやっぱり、書いてるものには書いてないですけども、ここはなしな、そういう、想像像の、事実から、想像して考えていくというようなことがあります。まあ、そういう意味で、面白いって面白いですけど、バカバカしいって言えばバカバカ。それにしてどんどん大量生産になって、こういうふうに今ありましたように、仏像がいっぱいこの、お寺の中でスクーパーについて、いきます。そうするとですね、ここからだんだんと違う、また別の思想が出てきまして、これも今日の経典の中に反映されていくんです。で、それが多物思想、あるいは全観思想。全観っていうのは禅ですね。禅宗でやってるような。静かに座って瞑想する。それでブッダを思う。
その思いやり方っていうのはあるんですけども、まあ、そういう思想がだんだん仏像が 出たことによって、しかもお寺の中へ行くとこに寄れるようにたくさん仏像があるわけです。嫌になるくらい。しかもこれ今だんだんの仏像の超真っ黒です。真っ黒ですけどもあんな真っ黒であったりしないんです。あれ全部白く塗って彩色してた。でその白く塗った跡が今カティナっていうのが残ってる。あれはどういうわけか、雨が降ると全部やられちゃうのかなんか知りませんけども、でカティナさんはあれを全部取ってきっちりして真っ黒にして、グリーンダストは高いとか言って言うらしいですけども、そうじゃなくて、あれはカティナは昔のなんか、彫刻に採取すればの下地かなんかであったんじゃないかと私は思うんですけども、この真っ黒であるはず、少なくとも金箔を塗ったか貼ったかはしてたはずです。でそういうお寺、今の日本のお寺は立ち上げが違う感じで、キャラキャラしいと言えばキャラキャラしますけども、まあ、それは運行の中国の大道の運行の席と行くと、あれに彩色の方がいっぱいありまして、また、敦煌でも彩色がいっぱい残ってます。ああいうのは中国独自でできたわけじゃないんで、ガンダラで来たものがそのまま受け継がれているわけです。そこから逆にガンダラも考えている必要がという。で、最後ですが、4世紀から6世紀ぐらいになりますとですね、中国のお坊さんの伝記がガンダラに行った人がたくさん出てきます。本当にたくさん。私は考えたけど96人、ですからもっと何倍もあったはずですけども、でそういう人たちは行って帰ってきて、なんか記憶に残った人たちであってですね、もっともっとたくさんの人が行って向こうで死んじゃったとかですね、途中で死んだ人がたくさんいます。でそういう人が、大体4世紀で増えてくる。で増えてきて、ガンダラから向こうへ行った人もいます。ですから本当に中国、長和ないし和東と、ガンダラ、パシャワールとはいつも交流があった。その4世紀、6世紀ですね。そういう面白いこの時期であります。インド教ってよく言いますけども、一体何だろうと思うんですね。で僕はむしろガンダラ仏教の方が、東アジアに与えた大東教は非常に大きいと思います。そっち通じてた、4世紀から6世紀はもうガンダラと、ほとんど花穂花南の特に南北朝の時代は、長安とそれから、南京西安と南京に住む人があるわけですけども、そういうところに坊さんがガンダラから直接行って経典の翻訳をしています。でその経典翻訳の一例としてちょっと出したのが、この全漢経典の訳出っていうですね、漢武行事経っていうお経があります。それから漢仏三昧海経というお経があります。でこれ訳者も両方分かっておりますが、原点がないです。サンスクリット原点もフラグリット原点も何もないんです。ですけども、この内容は、ガンダラの寺の景色をそのまま映しているような、そういう経典でありまして、特に漢武三昧海峡というのは、このアフガニスタンのジャラルバド・マラハラで、実際に起こったことを経典化したもので、本当にこれは経典というのを話みたいな。観物っていうのは仏を観察する、観察するわけですけども、その、じっと座って、座禅して座って、仏をずっと観察する。頭の上から下まで行って、下から上までこう行ってぐるぐるやる。そういう観察の仕方が書いてあって、その観察した結果、どういうことが起こるかということが、その長野浜で起こった事件がこう書いたんです。
それから官僚の実態というのは実際に、ほとんどこの状況が結局ガンダーラ的だと思いますけども、もちろん的だという人もいるんですけども、ガンダーラのそういうものを生まれました仏さん、あるいはその人たちの気分、精神性のようなものを考えると、この経典がガンダーラだろうと思います。そしてこの経典は実は日本では12世紀に玄空、法然という坊さんが浄土宗を開きますが、その時の根本経典に続いて今でも読まれておるわけです。でガンダーラから最初いただいたあれはタイトルは柏から日本までどういうふうに来たかというお話だったんですけども、ちょっとそれから変えまして、こういうお話でお茶飲みをさせていただきました。まあ、日本が今日に接したのは、受験参加書なんかに書いてあるように、仏は午後に百済からというんですか、なんかで152年ということになって、あるいは宗略期という鎌倉時代の方が538年と書いてありますけども、まあ、大体6世紀のそのくらいに、半島あるいは南中国の方からやってきたということになると思います。しかし本当にそれが民衆の経典になったのは、この法典法然が官無量寺教の解釈に関与して中国の仏教を受け入れた。そこで遠を巻きながらガンダーラと日本がつながる、つながるといえばつながると思います。長い間失礼をいたしました。何かまたつながったら後でお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、いや、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、大丈夫です。まあ、時間がですね、ちょっと遅く始めましたので、まあ、時間は問題ないですね。まあ、次はですね、今日のですね、イスラム、インダス文明、ガンダーラ文明、そしたらちょっといろんな歴史の勉強させていただいたんですが、最後ですね、またこのイスラム文明を中心として、イスラム文明とソフィーズを中心に、イスラム主義ですね、皆さんに話していただきたいですね。村山和之先生、和歌大学の先生にお願いしたいと思います。じゃあ、村山先生、よろしくお願いします。大きな拍手をお願いします。こんにちは、村山でございます。一生懸命勤めさせていただきます。ご清聴お願いいたします。私の、タイトルはイスラム文明スーフィズムということになっています。こんなことならですね、レジュメを作っておけばよかった、大変後悔しています。20分間、話せるか非常に不安ですけれども、なぜ今パキスタンの人たちがこういうムスリムでいるのか、ムスリムになる前はどういう状態だったのかということを考えながら、今のパキスタンにつなげながら、イスラムの歴史を少したどって、そして民衆にイスラムが届いたその時をスーフィズムの切り口でつないでみたいと思います。よろしくお願いいたします。まずイスラムですけれども、ここでイスラムについて話す、詳しく述べる必要はないと思いますが、もちろん7世紀アラビア半島メッカで生まれております。それについては、まあ、言わなくてもいいと思います。イスラムとはそもそもアッラーの神のみに帰依する、そして信仰することを表しています。ではそのアラビア半島で生まれたイスラムがどのように私たち南アジアの世界に入ってきたのか思い浮かせてみますと、イスラム教徒が
慣れる前から当然アラビア半島先ほどの、インドス文明の話もありましたけれども西アジア世界と、南アジアの世界というのは結びついてきました。それは、主に海路、海を通じての、貿易そういう商業のつながりによって南アジア世界と西アジア世界が結ばれていた。そしてイスラム成立しましてイスラム教に帰依した人たちも当然やってきます。それはイスラム教を伝えるためにミッションとしてやってきたというよりはまずは貿易として商人として彼らはでインドの良いものを南アジア世界の良いものをこう取って西アジアへこう流していたわけです。で、パキスタンの、5年生の歴史の教科書にもありますようにじゃあ南アジア世界にイスラムが入ってきてそういう公式のイスラム到達年といいますかそういうものはいつなのかといいますとこれが今からちょうど1300年前になります。パキスタンと日本も60周年記念でめでたいですけれどもイスラムが南アジアに入ってきたちょうど1300年前の712年になります。これはちょうどウマイヤ朝のから命を受けたムハンマド・ビン・カーシムという若い武将まだ20歳前のお寺尾でしたが彼がカイロを率いてガラス川上陸します。バンボールですかねバンボールという古い町の跡にはマスジットの跡モスクの最初のモスクの跡が今も残されています。その後彼は北へ進んでいって現在のインダス川中流域のムルターンダムルタンまで占領します。アラブのイスラム教徒が南アジアに入ってきて南アジアの人々と触れそこの水を飲んで空気を吸ってそこで定着し始めたのは一番古いところはそこです。とは言ってもムルタンを中心に彼らはどんどんイスラムを広げていったということにはなりませんでした。この時は長い目で見れば一時的な勢力であったわけです。さて、さらに時代がこう下りますと中央アジア、西アジア世界からたくさん高原部から平原部に向けてムルタンがやってまいります。この時代は、ガズナ朝アフガニスタンのガズニに都を持つ、トゥルク系の政府王朝ですけれども奴隷王朝ですけれどもその2代目のスルタン王様であるマフムード彼がなんとですね20回もデリーに攻め入っていると。その時代はアフガニスタンの寒い時にですね寒いから、暖かいところ行こうということでヒンドゥスタンを降りてたくさんいいものをですね買ったこともあると思うんですけど大体買って取っていくというそういう侵略略奪という経済をやっていただきます。そしてインドが暑くなってくる4月5月頃には涼しいアフガニスタンの方へ戻っていくというそういう経済をやっていたわけです。ヒンドゥー側からするとえらいことで北の方からですね連中がやってくるというのが恐怖の対象になっていました。この時代はやってきて略奪してそして帰っていくという形であまり長いこと定着はしませんでした。ただ毎回ですね、手ぶらで私のように手ぶらで行くわけにはいかないのでちゃんとヒンドゥスタンにも総督府を置いて出張所を置いて、略奪軍が行った時に手札を整えます。それがラホールですね。ラホールはガズナ朝の時に総督が置かれて町が発展します。これからお話しするスーフィズムの流れでもこの時代のラホールに初めて南アジアにスーフィズムをこう伝えた先駆者と言われる聖者アリン・プジュベリー通称ダーダガンジバクシュというラホールの守護聖者になっているそういう偉い聖者様がガズナからやってきてラホールに住んでいます。
でこの時代面白いことがありまして、北インドで話されていたさまざまな方言にガズの人たちが持ってきたイスラム的な言葉、アラビア語やペルシア語、そしてトルコ語の声がいろいろ入っていた。なので文学者の中では、ウルドゥー語の最初の基礎ができた、ウルドゥー語の基礎が築かれた時代をこの11世紀のガズラフォールに置いています。当然、スフィズムの到達もこの頃だったわけです。でガズニ朝がこう滅びますと、またさらにアフガニスタンからやってきたこう、ボール朝、そしてとうとうですね、デリーを中心に定着した王朝が生まれます。デリースルタナートと言われるデリーの王朝、これは320年間デリーを中心にさまざまな王朝が交代した時代でした。でこの時にですね、トルコ系の人、そしてアフガン系のパターンですけど、人たちがどんどん西アジアから、ヒンドゥスタンに降りてきて、そしてデリーを経由してさまざまなところに行ったんですね。なのでもうパシュトゥ語は話せなくなっているかもしれませんけれども、北インド、東インドにアフガン人、アフガンの名前を持っている人たちが住んでいるというのを名付けます。トルコ語で話せないかもしれないけども、トルコ系の人たちがインドと同化して、南アジアと同化して日本に住んでいる、それは、この時代から始まっているわけです。そして、この、13世紀から16世紀の間は、先ほどの、小山先生のお話もあった、私はこう感じたんですけれども、イスラームが、民衆に届いていく、民衆にイスラームが到達した、時代だと思っています。この橋渡しをしたのが、スーフィーと呼ばれる人たちなんですね。このデリーを中心としたイスラム王朝の時代は定着して、さらにフロンティアを広げていく、拡散していくイスラムの時代だったということです。でいよいよ1526年に突入したバーブル、バーブルがバーニバットの戦いですね、移動を破ってデリーにウガル朝を打ち立てます。で、この後さまざまな皇帝が交代しますが、現在のパキスタン、イスラム文化のこう花といわれる、非常に豊かなイスラム文化を、もたらしたのがこのムガル帝国時代の、安定だったという、そのように考えています。で、このムガル朝最初の皇帝のバーブルは中央アジア、ウズベキスタンのあたりの人です。彼の言葉は、チャカタイトルク語だったんですね。ところがそれ以降、2代目の、ホマイユンさんとかアクバルさんとかジハンギールさんとか、その2代目の皇帝以降は今度はペルシア語、ファルシーが、力を持って宮廷や行政の、言語になっていきます。南アジアがこう西アジアのこうファルシー文化圏と、つながっていく。そしてこの時のファルシーは直接的には今のイランのファルシーとは言い切れません。これは中央アジア全体がイラン文化圏で、ペルシャ語は中央アジアを含めた、リンガフランカでしたから、テヘランのペルシャ語じゃないということを言っておきます。さてではスーフィズム、スーフィズムというのは、これは、粗末なウール、羊毛、毛糸なんですけど、それをまと、った人、そういう、そのスーフに英語のイズムをつけていますが、アラビア語、言語ではタッサオフという言い方をしています。羊毛の素衣をまとうものというふうになっているわけですけど、だからといって、この人たちが全員こうわざわざ貧しい格好をしていたわけではなく、その精神の正常性をこう修行によって、求める、その、一環としてそのような格好をした人たちも当然いたわけです。じゃあスーフィーと言われる人と普通のイスラム教徒の人は
どこが共通していてどこが違うのかというのは皆さんの前で言うのは非常に怖いですけれども、ちょっとあえて言ってみますと、基本的にスーフィーもイスラム教徒です。当然、六神五行という6つ信じるべきもの、そして5つ行わなくちゃいけない義務は、これはもう全員共通です。アッラーを信じて、天使の存在を信じて、預言者、運命、来世、そしてキタブ、経典を信じなくてはいけない。そして、アッラーの他に神はなしという信仰告白もし、サラート、礼拝をして、断食をして、そしてザカート、記者をして、ハッジ、巡礼をするという点では全く同じイスラム教徒です。でもこれは一番の基礎なんですけれども、それ以上に生きてるうちに今すぐ私の大好きな神様のそばに行きたい、そのためには何ができるんだろうかと思った時に、アッラーは心の正しい人、行動の良い人をまずこうよく見てくださるはずです。ということはまず自分を清めなくてはいけない、自分が正しくなくてはいけない。アッラーに近づくためには、アッラーがそれをこう見てくれるためにですね、それにふさわしい心とこう体を作らなくちゃいけない。そのための修行をする人がスーフィーだというふうに、ちょっと私は今私は思っています。いろいろ神秘主義のイスラム神秘主義の学者の人たちがいて、それはそれで皆さん正しいんでしょうけれども、私が今言葉にできるこのスーフィーというのはこういう人だったなと思っています。でですね、この神を愛してこの神秘的な体験、それを通してこの現世で神に会いたがるためにこう修行する人がスーフィーだとしたら、これはもう完全にイスラムというのはもう社会的なものです、ね、みんな生活すべてこうイスラムは社会的なものですけれども、これはより個人的な体験、これを重視する方向があります。じゃあそんなに厳しい修行をずっとしなきゃ神様の近くに行けないのかと思います。そのためにさまざまな指導者が出て、いろんなこうプラクティスを教えてくれるわけです。で、一番いけないのは一人になって考えること、一人で勝手に自分的なスーフィーだとかアッラーを思って、ただそれだけやってる、これは一番いけないことです。なので必ず先生、自分を導いてくれる同士、先生について正しい指導を受ける。この先生と自分はもう親と子の関係、またはある意味では、自分がこう愛する人、先生を愛する人っていうふうに思うこともあります。このように必ず指導を受けながら修行の階段を一歩一歩上がっていく、そういう人たちです。そしてこれはもちろんその修行のやり方にそれぞれの教団ごとの違いがありますけれども、非常に緩やかなものです。緩やかなもの、で今のスーフィー文化とかっていうとですね、裸になってこうぐるぐる回ったり、あとは、煙を吸ってこう頭を振ったり、そのようなこう激しいシーンだけがショッキングな映像として流されるかもしれないけれども、それもありますけれども、普通の人はクラブ活動とまでは言いません、普通の生活プラス自分にこう自分をこう清めるための修行をこう課しながら普通に生活していると私は考えています。で、まあ、ここでスーフィー教団について一つ一つ説明はとてもできませんが、南アジアにやってきたイスラムのスーフィー教団は大きく4つあります。まず一つが、インドのアジメールに本拠地を持っているチシティ教団、そして、ムルタンでですね、大きな力を持っていたスフラワルディ教団、そして、バグダードの、アブドゥルカーデル・ジーラニーという人を教団にした一番古い教団であるカーディリー教団、
でムガル帝国になると今度は、ムガル帝国と中央アジアが結びつきますので、中央アジアのブハラ、ブハラ出身の聖者が唱えた、ナクシュバンディ、ナクシュバンディアという、教団が南アジアに入ってきます。でじゃあ教団ができました、その教団に入ればスーフィーになれ、そしてスーフィーの修行をすればすぐ自分の思うようなこう神様が得られるのかというと、これは本当に体験的なものなので、全く分かりません。各地域各教団によってそれぞれです。けれども大体共通しているのは、今のパキスタン、インド北部を中心とした、パンジャーブ地方、このパンジャーブ地方の人たちっていうのは、一番そういうスーフィーの影響を受けて、そしてそのスーフィーたちによる緩やかな指導によって、気がつかないうちにイスラム教徒になっていた人たちが多い地域だと私は考えています。ベンガル地方とパンジャーブ地方っていうのは南アジア の, イスラム化についてよく比べられるところなんですが、パンジャーブ地方、そしてパンジャーブからインダス川を下った、南のスインド地方、そういうところはですね、本当にスーフィーの聖者廟が多い、そして、そのスーフィーの指導によって、民衆が、この民衆というのは大体がですね、普通の人たち、支配層の人たちではないはず。仏教徒もいたでしょう、そしてヒンズー教徒もいた。この人たちが、どうしてイスラムになっていったかというのは、これは本当に生活に密着した形でその土地の言葉をしゃべりながら、スーフィーの聖者がですね、身をもって自分の行動を見せて持って彼らのために仕事をした尽くしたからだというふうに私は考えています。俺はイスラム教徒だ、明日からお前もイスラム教徒になれとか、そういう形ではなく、例えば、イスラムに対する面白い話をしてくれる、子供が怪我した時は怪我の仕方を教えてくれる、水害で牛が流された時は牛のつかみ方を教えてくれる、橋の架け方を教えてくれる、このように生活社会に密着したような形で人々に良いことをしてみせた、良いことをしてみせた人だったらどんな宗教の人か関係なくその人を尊敬する、そしてその人がすることが自分が真似しても良いことかと思うと思うわけですけれども、このような形で、ゆっくりゆっくり回収していったというふうにこう考えられるし、僕もそう思っています。なので仏教徒からイスラムになった人とヒンドゥー教も本当にいろいろなヒンドゥー教徒がありますから、からイスラム教徒になった人の中ではそれぞれやはり差があると思いますし、非常にヒンドゥー教的なイスラム教だったと思う。最初読み替えでいろいろあんたのとこのなんとかって神様はアラーなんだよっていうような形で読み替えながら緩やかに進めていったと思っています。で、それはですね、僕は日本の仏教史のことをもっときちんと勉強しておけばよかったと思うわけですけども、鎌倉の新仏教時代、やっぱり13世紀から12、13世紀、全く同じようなことが行われていて、学問の寺から仏教がですね初めて外に出て、民衆の言葉で非常にシンプルな教義で、例えば南無阿弥陀仏だけでもいいです、南無妙法蓮経だけでもこれはお釈迦様に近づくことができる、そういうような民衆をこう強化していく聖者、聖人ですね、仏教って何とか聖人、一辺聖人とか法然聖人、親鸞聖人、さまざまなそういう聖者たちが日本にも出て、同じように仏教を、仏教の世界で民衆を救おうと、動いていたというのが私はとても面白い。でその時にやっぱり身体性ですね、体を使ってその教義というのをこう体得するっていうのは、どっちもこう共通してるんじゃないかと私は思うんですね。頭で読んで考えるんじゃなくて、歌であるとか踊りであるとか
さまざまなジェスチャー、そういうものとその競技を合わせることによって、その本質を、仏教やイスラムの本質をこう自分にこうまとっていく、皆さんもご存知のようにパキスタンではダマールという踊りがあります。これはインドの聖者であるラール・シャーバズ・カランダルという人が有名ですけど、あのダマールももともとはヒンドゥー教徒や、ヒンドゥー教徒の行者である、ジョーギーとかそういう人たちが日渡りをするときにこうあのランチキ騒ぎをするわけですね。お寺だとかそういうところで宗教儀礼をやって大騒ぎをする、それをもともとダマールと言ったんです。でそのダマールの踊り、この熱狂性を持ったダンスであるダマールというの踊りをラール・シャーバーズ・カランダル、ウスマン・マルアンディという人はあの自分のところの宗教プラクティスとして取り入れた。今はかなり洗練されてさまざまな踊り方だとかマナーっていうのがこう整理されていますが、とにかく大きな太鼓の音に合わせて決められた時間にみんなで聖者の名前を唱え、神の名前を唱えながら熱狂する、うん、これによって共同体の意識というものがこう強まる、非常に効果的だったと思います。そして今もこの踊りはパキスタンでずっと行われているわけですよね。日本でも、自習の一編承認はこう踊り念仏という形で踊りながら、それが芸能的になりながら宗教を見せて回った。ダンスを、南無阿弥陀仏を唱えるダンスを男も女も熱狂的にステージの上で見せて、その後お札をこう配るというようなことをしながら、少なくとも学問寺がだけだったらできなかったような仏教の教え、仏教の形を全国、まあ、外へ向けて見せていったという点では非常に共通している考え方だと思うし、共通している時代だと思います。またやはりチンギスカーンの動きというのがそれにも関係していると思うんですけど、それはもう時間がないのでやめます。で、このもう一つ大事なことは、先ほどのガンダラの話もとても面白かったですけれども、インド世界、そして非インド世界、インダス川の西側もの中でもこう共通していると思いますけど、やっぱり聖者崇拝ですね。聖者、宗教が違っていても徳のある偉い聖者のところにはお話しに行く、はい、TK、 そして、何をしてたんですかね、ためになるお話をこう聞いていくという、それがそういう習慣がですね、昔からこうインド世界にはあった。でその聖者崇拝とそのスーフィズムのこう協議、これが非常に南アジア的にこういい塩梅でこうミックスして、そして無理のない形でイスラムを考えられるような、そういう運動が行われてたんだと思います。でその時にですね、その聖者が表したこのスーフィズムのメッセージというのは詩の形になります。でその詩を、学士たちが、ミュージシャンたちが覚えて、そしてさまざまなところでこう歌っていきます。この古い歌は、もう600年ぐらい前から、歌い継がれて、現在も、インド、そしてパキスタンでカウアリ、そして、カウアリという形でですね、古い詩が残っている。これはすごいことです。日本で600年前に作られた歌をこう未だに僕たちがちゃんとそらんじることができて、しかも普通のこうパブリックな音楽会でそういうものを楽しめるかといったらやっぱり違う、非常に深い生活と密着したところでイスラムと南アジアの人たちがこう絡み合ってるっていうのがよくわかります。ということでですね、もっと話をしたかったのですが、そろそろ、ネタもつきました。そのスーフィズムのメッセージを伝えるときに一番わかりやすいのは、やはりみんなが親しんでいる恋愛、男と女の恋物語。うまくいった話は忘れられますけれども、うまくいかなかった話というのはずっと残る、そういう悲恋物語をこう使いながら
スーフィーの聖者たちは自分のメッセージを歌い込んでいった。一番有名なのがヒールとランジャ、そして、自分の肉も食べさせたという、マヒワールと双方にマヒワール、インド地方ではサスイトプヌンというロメオとジュリエットのようなこう形を持った恋愛の秘伝の民話を使いながらスーフィーの聖者たちはメッセージを、伝えていったっていう、そのメッセージを歌うコンサートがこの7月にあったんですが、皆さんにこう伝えられずにですね、ちょっと残念なことをしました。日本で言えばあの仏教説話の、オグリハンガンテルテ姫、それを使いながらテルテ姫が自分の恋人であるオグリ殿に対して一人称でさまざまな場面で愛を語っていくというような形で、ヒロインであるヒールが恋人であるランジャー、それは自分の恋人であると同時にこう神様のシンボルなんですね。それに対して神に対する愛、聖者に対する愛をランジャーという名前で語っていく、そのような芸能があのパキスタンでは大変盛んです。本当の本当の最後にしますが、本当に南アジアパキスタンに初めてこうアラブから伝えられたこうイスラムが本当にアラブから伝わって1300年経った。おめでとうございます。そういう記念の年だという非常にパキスタンらしいイスラムの文化を大切にしながらも、イスラムというのは平和を愛する宗教であるということをですね、全世界が認めるようにパキスタンは本当に勇気を持ってそのお手本となるように自ら行動する実践していってくれるようにと私は信じています。最後が何かおかしくなりましたけど、私の大好きなパキスタンとイスラムとスーフィズムについて、少しだけ話させていただきました。ご清聴ありがとうございました。森山先生、本当にありがとうございました。今日皆さん勉強になりましたでしょうか。大きな拍手をお願いします。今日は時間がちょっとですね、迫っておりますのでですね、もうクローズにしないといけないことでありますが、一言だけですね、話したいというできれば挨拶で、1分以内でできればしたいと思いますので、パキスタンでボランティアとですね、車椅子を送っているですね、斉藤さんにちょっと一言話させていただきます。ではよろしくお願いします。お時間の中、著名な先生に交わらせてもらって、一言お話しさせていただきたいなと思います。皆さんの意味していただきましたかと思うんですけども、このお手元にちょっと私たちがやっている医療が書いてあります。先ほど先生方がお話しくださったのは、5000年間の歴史のお話をいただきました。それでさまざまな歴史、文明のお話をいただきましたけども、これは今まさに日本、そしてパキスタンと本当の友情の物語です。そして新しい障害者を通して、日本で体験したパキスタンの青年が、新しい捉え方というもので、パキスタンの新しい、障害者の世界を作っております。これはアジアの中でも本当に、目を見張るような働きをしております。それで今日本とパキスタンとそれで共になって、絆とそれから友情を作ろうとして、で実際に素晴らしいものがいっぱい生まれています。一つには日本に来て、パキスタンの青年がパキスタン自身を体験して、それで多くの障害者が生まれました。9万人の方が亡くなりました。そして多くのもっと多くの方が、障害者になってしまいましたけれども、その彼らに車椅子を作ろうとして、日本で勉強しました。それでわずか1ヶ月間で体験した体得したものをパキスタンに持って帰って、それで、彼らはパキスタンで、数千台の車椅子を作りました。でそれは多くの障害者たちにそれが配置されることになって、それで、それに乗っかった自由に自分たちに動けるアクティブな車椅子を作って、それが自分たちに手に入った。それは大きい社会運動になって、ぜひこれがもっと多くの人にそれが使われてもらえないかっていう運動も起きました。それでなんと2009年に、車椅子というのは交付制度がパキスタンに生まれました。これはアジアの中においても稀有な出来事です。そしてこれを今日本との友情としてこれを今育てています。日本でいらなくなった、日本では6年で電動車椅子は
新しいもので交換できるんですけども、まだまだ使えるものがいっぱいあって、それをアジアに今して、パキスタンが一番最初にそれを送っています。でパキスタンの障害者自らによってその整備していく技術を学んでいって、自分たちで配布していく、でいろんな体験を通していって、もっともっと、そのパキスタンの障害者の技術をスキルをつけていって、それを広げていこうと。でそれはパキスタンにモデルを作ってアジアに広げていこうという今 NPO が始まっております。それの、ちょっと他の、ちょっと写真に書いた原稿で拙いものではありますけども、その分が少し乗っかっておりますので、そしてこれは新しい流れというものをぜひ一緒に伝えていきたいなと思っております。そしてね、本当にこの友情とか信頼というところから、いろんな世界にもさまざまな国の始まりが起こると思います。これが本当の宗教だと思っています。ですからぜひ絆を作っていく働きを、これからも続けていきたいと思います。なくなりました。ありがとうございます。皆さんですね、もう今日の始まりは運命発祥の地パキスタンとおっしゃったんですが、運命だけじゃなくて私は人類発祥の地パキスタンじゃないかと思うんですね。今日本当に先生方の話を聞いて感動してですね、ある説によるとですね、アダムとイブがもし天から地に落とされた時は、これはインダス文明の土地じゃないかって、メソポタミア文明説もあるけどインダス文明のところもある。でそこからずっと人類が始まってきて、ね、その仏教文明、カンダーラ文明、そして最後はイスラム文明、そこまでですね、ガンダーラって石の花って言われるんですね。石の花って言ったら宗教心によってこの文明文化が発達してきたじゃないかですね。で最後私も今日ムガール帝国の末裔であります。私はですね、それはもう世が世なれば王子様でございますでそれをですね、私にここに最後頂点を絞っていきたいと思ったんですね。やっぱりイスラム文明が本当に、さっき村山先生おっしゃったんですね、やっぱり平和をもたらして400年続いた帝国主義ですね。本当は王国主義でイスラムじゃないですけど、ただ本当に平和をもたらして、私はそこの子孫であり、先ほど大使がおったの大使がインダスの文明の子孫であり、だから我々のルーツは非常に深いですね。木があれば木の根っこがもうどこまで、ね、広がってるか。で我々ですね、アリアンって言われますね。エリアンじゃないんですよ。アリアンですね。アリアン民族の中で文明をずっとですね、広げていて、世界を平和のメッセージを続いて、やっぱり人間の心が平和になることが一番じゃないかと思うんですね。そうやってパキスタンの60周年記念でこのセミナーがですね、非常に良かったなと思いますので、皆さん本当に勉強になりましたでしょうか。大きな拍手でお願いします。時間の中でちょっと質問に従ったんですけど、本日でこの会場を閉めなければいけないので、今日はこの質問のごときなしでですね、終わらせていただきます。で帰りなさいでですね、ちょっとのプレゼントがありますから、その東京のパキスタンによる新聞社のマルカビルアンさんからちょっと気持ちを皆さんに渡したいから、ぜひ持って帰ってほしいです。で最後できればちょっと大使と一緒にね、写真撮影としたいと思いますので、それしてこの話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。時間ないので皆さんぜひステージの上に上がってきて一緒に撮りたいと、写真撮りましょう。私は終わりなので、ちょっと早めにお願いします。一緒に上がってください。上がりたい人たちはぜひどうぞ一緒に。先生たち、ぜひ一緒に来てください。村山先生、小山先生、小西先生、よろしくお願いします。小山先生、どうぞ。先生、まだ大丈夫かな？抜いても大丈夫ですか？Thank you very much, 先生たち本当にありがとうございました。
ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਐਸ ਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਲੈ ਆਊਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ